第11試合スーパーファイト K-1 ベルター級ワンマッチを行います。青コーナー177cm、67.5kg、日本 K-1 チームの方のチームに行きます。松岡力僕がノイリックに初めてローを聞かせます。デンジャラスロー松岡力。赤コーナー175cm、67.4kg、日本 K-1 チームです。フリーホーム第2代 K-1 ワールドグランプリスーパーライト級王者ノイリーマサーキー。スーパーライト級王者が王者のまま負けずしてウルター級へ転向です。ノイリーマサーキー。伊藤選手レベル7、リミット 67.5kg、 これが K-1 ウェルター級です。3分3ラウンド、画面が松岡力、そしてこちらがノイリ正明。ノイリは話します。松岡選手を見ていない、2階級制覇を見ています。対する松岡力は犬が全てと話しました。噛み合わない2人、しかし実は互いに実力を認め合う2人でもあります。さあ中村さん、はい、ぜひ戦いのポイントを教えてください。そうですね、お互いこう今のこの K-1 クラッシュの中でもこう蹴りの距離でこう、ね、試合を作れる2人なんで、はい、こうパンチの打ち合いとか蹴り合いみたいな試合も、うん、あの楽しみですし。さあ現在この階級の頂点に立つ久保優太不思議な方ですよね。そうです不思議な方がいろいろいますねこの松岡もそう。ロー5位には武道者、弓道者。さあ戦いが始まりました。第1ラウンド、でもノエリはチャンピオンになってから一皮抜けましたよね。強くなりましたよね。えげつなく強くなりましたよね。芸用戦が結構際どい判定だったことがすごく本人の中でももうなんか周り黙らせてやろうって気になったって言ってたんで、はい、中央を取っています。赤いグローブがそのノイリ。転向初戦、体つきその他はマサトさんどう映りますか。体大きいですよね。じわじわ出てきます、はい、本当に倒せるようになりましたもんね。あ、そうですね。今まであの自分からあんまり攻撃出さなかったんですけど、はい、最近は積極的に自分から行くようになりましたもんね、うん、そこはすごく変わったところだなっていう。関根さん独特のこう、ね、空気ですね。そうですよね。フェイントからローでした。ローキックジャブを出しながら前を見ます。これもスウェー、動きに無駄がないですよね。ノイリは相武か。さまさん、さっきの人付き合いとはまた全然違う予想ですね。回転上がってるのにスピードが全然変わってなくてすごいなと思って。左ミドル松岡、ちょっと松岡の右の脇は少し、左の脇は赤くなっています。おお、あっとジャブついてきた。ミドルジャブがあのこの前の名古屋大会が出るよう、すごく出るようになったんですよね。おいいすごい、これはそうだ、すごい鋭すぎる。カミソリの切れ味。6、7、8、苦笑いは松岡。パンチも強くなったんですよ。そうですね、佐藤さん、そこなんですね。あ、効いてますね。あ、わあ、刺してきた。ジャブを左フック、今度は倒しに来た。きたー、これはもう立てない。レフリー止めた。ノイリ入った。恐ろしい怪物ノイリマサーキー。これが決勝初戦です、ね、強いね。いや関根さん、いや進化してますね。いや強いわ。これでまだ25歳ですからね。これまたスーパーウェルター級、スーパーウェルターか、スーパーウェルター級も面白くなってきましたね。これはウェルター級ですね。ウェルター級ですね。はい、佐藤さんどうでした。いや、久保選手との決戦がすごい楽しみですね。今から、いや久保もいるし、木戸もいるし、引け王もいるしね。引け王もすごいわ。関根さんでも転向初戦ですよ。これこのショートフックですよ。これ見えないですよ。なんか他の選手の KO ってこう体が熱くなるんですけど、ノイリ選手の KO ってなんか引くっていうか、なんかちょっと怖いぐらいのなんか倒し方しますよね毎回。いや倒したの感情がね、うん、出ないところがね。さあ何を思う。さすがに表情が変わりましたね。勝利しましたノイリの選手には特技が贈られます。プレゼントは
ちょっと恐怖を感じるような KO ですね。恐ろしい感じがしますね。いや強い、本当に強い。隙がないです、隙が全く。関根さん、ええ、この2018年というのは選手が結構こう階級を変えて、そうですね、うねった年ですよね。そうですね。だから、まあ5年目に向けていろいろ移動がありましたよね。で、若い人も出てきたしね、はい、面白い、ますます熟成してきましたよね。そうですね。これ石山さん、戦った後の人に見えないんですよね。見えないですね。何も食らってないというか、息も上がってない。いや、まさにこう戦いから観客が恐怖を感じるような KO を見せてくれました野入正明です。はい、応援ありがとうございました。僕はスーパーライト級のベルトを返上してベルター級に入ってきたんですけど、今ベルター級すごい盛り上がってて、まあ、チャンピオンの久保選手だったり木戸選手だったりピケオだったり今すごい盛り上がってるんですけど、まあ、来年の3月ケーズフェスタ誰と見たいですか？僕は久保選手に挑戦しても全然いいと思うんですけど、チャンピオンよりも強いと思ってるピケオと、ピケオと合わせるの僕しかいないと思うんで、来年3月ピケオと決定お願いします。ありがとうございました。関根さん、こう来ましたよ。来ましたよ。いや、ピケオね、対日本人無敗なんですよ。そうなんですよ、強いんですよ。日本の怪物に止めてもらわないと。これは面白いですね。マサトさん、ちょっと見据えてるところが一つ上な感じしますね。そうですね。ただピケオはこう簡単にはいかないような気がしますよ。はい、だから見たいですよね。そうです。あと木村もいますね、そういえば。そうですね、はい、まあいろいろ面白いカードがいっぱいですね。いやいや、2018年最後の戦いでとんでもない男がこの K1 ウェルター級戦線に降臨しました。その名は野入正明。